はい、着きました。はい、島の人。島の人。天気悪っ。ゆうたがいる。あのゆうたね。うん、にちょっとあのサメに交渡して、なんか作ってもらおうかなと。はい。行きましょう。はい。ゆうたさん。ゆうたさん多分うんこしてる。うんこしてるこれ。これうんこしてない。うんこしてた。うん、どうですか。うんこしてた。お疲れ様です。お願いします。今回の名前なんだっけ？ジョンだった。エリザベス？一回冷凍しないといけないわけよ。うん。今回は。あ、そうか。じゃあ一旦凍らして後日エリザベスとマイケル食べます。はい。よろしくお願いします。人の顔ってこと？人面ザメってことは人の顔ってことだよな。そうそう。実際にそんなことはあり得るの？今までそんなサメいた？全然意識してんかったから分からんけど俺もちょっと楽しみだな。しかもイケメンってどういうこと？イケメンなの？イケメンって、うん、目がでっかいんじゃないかな。鼻も高いんじゃない？サメに鼻？これも楽しみですね。これは漁協から今連絡あったの？そうそうそう。今もうじゃあ今行くの？もう今行こう。準備できてる？あ、ちょっとすぐは出れるけど。オッケー、じゃあすぐ行くさ。わかりました。じゃあちょっと準備します。お願いします。お願いします。じゃあまた後で。あ、おい、はいはい。こいつか。これ目クリクリだ。あ、ぽいぽいな、うん、ハーフだな。ハーフだな。アメリカだ。ちょっとアメリカみたいな顔してるな。あ、確かにこれは人の顔っぽいですね。なんか言われてみればどんどんそういう風に見えてくるから。何キロぐらい？これ何キロ？これさっき測ってましたね。100あるかな。70キロ。100キロないんで。どの辺で撮ったの？あ、分からない。じゃあまずヒレ取ります。うん、やばいっすね。頭、はい、頭もらう人がいます。あ、よかった。さっきまで生きてたって。ちょっと動いてたよね、さっきね。うん、おい、臭くないな。うん、さっきまで全部生きてたからかもしれないね。これチンチン。これオスか。出てない？あ、ちょっとずつ出てきてるよ。めっちゃちょっとずつ出てるね。最初にやっぱ切らん方が良かったかな。全然臭くない。うん、いつも頭取ってぐらいから速攻なアンモニア臭が、うん、あるけど、これめちゃくちゃ新鮮かもしれない。さっきまでピクピク動いてたってのがもう証拠だからね。うん、生きてる。すごっ。背骨を今取ってます。こっちに骨がないんですよ。もう背中の骨だけってことだよ。こいつだけしかない。不思議だよな。どうやって動いてるの本当に。聞いた話では歯がすごいさ、サメって。そこにカルシウムがいっぱい出るんじゃないかな。あ、節。そう、骨の代わりに。いいよな、あの歯が無限に生え変わるって。マジで歯医者行かんでいいな。これがサメ唯一の骨。唯一の骨。肉を、はい、取ります。新鮮なうちに。やばい、いつもさ本当にものすごい匂いしてるからさ、普段思わないんだけどめっちゃ美味しそうに見える。普段出ない感情が今生まれてるやつだ。これ上等だな。上等。ジェームズ美味しそうだな。さっきまで元気だったからね。うん、ジェームズすごい。ジェームズ、この肉の針がすごい。ジェームズ、うん、ジェームズ、うん、針がすごい。本当にプルプルだ。おお、ジェームズ。ジェームズ、鮮度を保つためにすぐに冷やします。見てる皆さんはあんまりわからないかもしれないね。でもだって動画で匂いしないからね。そう、現場にいる俺たちはもうめちゃくちゃ今感動してる。こんな匂いなし、レオナルド。で、あと1頭も先に肉を取ります。そう、今日は一応ジェームズ以外にももう一人ね、クリストファーがいるから。なんでさ、毎回この駆除されたサメのこうやって内臓みたいなのが出てくるんだろう。なんか水圧の関係じゃないかってさっき言ってた。あ、深いところが急に釣り上げるからってこと。そうそうそう。さっきは先にね、ここを切り取ったからちょっとうまくいかなかったけど、今回は切ってないので。あ、来た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 。あ、来た来た来た。めっちゃ出てる、めっちゃ出てる。透明になった、教えてない。うん、今もうだいぶ透明。オッケー。本当はこういう風に血抜きできます。やっぱこれは先に取っちゃダメだね。これは当たる。よし、これもじゃあ先ほどと同様、骨取って開いていきます。あれ、ん、おや、アンジェリーナも臭くないぞ。匂わんな、すごいな。あ、やっぱちょっとするね。
ちょっとしたやっぱ今した、うん、サメ特有のそうそうそう、あやっぱちょっとするわ、あじゃあやっぱりクリストファーがやっぱりちょっとあれだな、ジェームズがやっぱちょっとあれだな、すごいやつだ、清潔ジェームズ、静香ちゃんみたいに、静香ちゃんちょっとクレイジーだわ、1日に4回お風呂入るから相当代謝いいんだはずな、俺が親だったら切れてる確実に、水道代かかりすぎだろ、ガス代も、まあ、オール電化だったらガス代はかからないけど、クリストファーもアンジェリーナも喜んでるよきっと、あの世でありがとうなと、美味しく食べてくれて、まあ、生き物には感謝ですな、本当に感謝して、あれしないと、サメの皮が結局こうなるしね、これがな、見て、ザラザラしてるさ、うん、今ザラザラしてないのかな、台の、あ、これね、うん、加工するときにこの細かい鱗があるんだけど、あ、これ鱗あるんだよ、これをあの取ってもらう、あ、このサメ肌っていうやつか、いわゆるこれ今ガッてやったらこれ血まみれになるから、マジでなったことある、あるある、もし何も知らんときに抱っこしたんだサメをさ、死にの色だ、だってこれわさびおろしみたいなのにも使われてるんでしょ、このサメの肌って、その鱗を取って特殊な処理をしたのがこのなめしっていう作業ね、そう、それが俺にはできないから、やっぱね、プロにお願いしたらね、想像以上のものが出てる、うん、そこにお前の職人技が、そういえばお前忘れてたけど川職人だったよな、そうだサメさばく人だと思ってた、俺ずっとこれを、うん、持って帰ってからさばいてみたいな、あ、そうだね、一応正直言って漁協さんの場所借りてやってるっていうのもあるから、自分なんかで持って帰って自分なんかゆっくりさばく、撮影、そう、撮影するのいいのかなと、ということはもう工房の裏にそういった場所を作らないといけない、キッチンのさばき場所を、楽しみじゃん、近いうちに作りますか、うん、してはい、マグロ1個もらっていいって、やばいな、ありがとうございます、いただきます、至れり尽くせりやな、え、至れり尽くせりですの、どういう意味、あ、あ、とりあえずめっちゃいい人たちだ、シールド展開、お疲れ様です、めっちゃ足がシワシワになってる、草履できたから、草履だけした飛行機、飛行機、なんでよ指ってシワシワになるか分かる、分からん、爪のせいだ、水のせいで体膨らんでるから、実は膨らんでるけど指だけ爪生えてるさ、指は膨張してるけど爪の部分だけ膨張できないから爪が生えてるから、その分のシワ寄せでシワになってるって、シワシワ意味分からんだろ絶対お前、全然意味分からん、肉をちょっと飲食店に持っていきましょう、ジェームスとアンジェリーナを、何それお願いします、今回の名前なんだっけ、どんだったエリザベス、一回冷凍しないといけないわけよ、うん、今回はあ、そうか、じゃあ一旦凍らせて後日エリザベスとマイケル食べます、はい、よろしくお願いします、はい、これ凍らし完了、凍らし完了、強そうだ、人なぜか死ぬ、なんかメニューとかあるの、あるよ、普段作ってるのがいいな、じゃあお店で、確かに、あ、ランチやってるんだ、定食で言ったらこの2つで、バーガーもある、あ、サメバーガーか、うん、出してる出してる、ダイどれがいい、ウニソースとミックス、俺ね、シャークウニソースね、前食べてめっちゃ美味しかったから、シャークウニソースがいいな、オッケー、じゃあ俺ミックスフライとバーガー、オッケー、じゃあそれで準備します、よろしくお願いします、お願いします、居酒屋島の人、ランチもやってます、個人的にはサメの定食を食べてほしいんですが、他にも海鮮の定食やサイコロステーキ定食などもあります、お持ち帰りの弁当も注文できます、電話注文がおすすめです、夜あまり外で飲み歩けない今、宅飲みおつまみセットが非常に人気になってます、緊急事態宣言が終わったらお店の方に遊びに行ってみてください、モノレールの首里駅から歩いて5分のところにあります、さあできたみたいです、お腹すいた、うわーい、あ、来ました、シャークウニソース、でもマジうまそう、いやもうシャークウニソースマジうまいから勘弁してほしい、マジで、いただきます、いただきます、じゃあまずサメフライから、やばっ、じゃあまず純正から、はい、もう何もつけずに、うん、ふわ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 、でもフライ最強説あれっすか、白身フライの中で最強説あるよ、うん、このね、ウニソース、見えるかな、ウニソースいきます、いただきます、うますぎ、やばい、このウニソースやばいな、めっちゃ合うな、炙ってるからまた匂いもめっちゃ香りっていうの、うん、めっちゃいいっす、結構サメって試行錯誤するでしょ、やっぱりどういう調理法が合ういいのかとか、匂いもどんなに取るのかとか、最初から分かってたわけじゃないでしょ、この凍らすとか、分からん、うまい、うまい、これいいな、ランチね、これランチ、お昼に来たら食べれるっていうね、お持ち帰りもやってるみたいね、皆さんぜひ、うん、お願いします、お願いします、サメバーガーも持ち帰れるんで、な、やばやばいやばいやばいこれ本当にこれいつものサイズ、L N ノーマル N、 これパンとあれのサイズが合ってません、でかすぎる、これ L です、580円、
安っ、こんなにでかいのに。待て待て待て、これ上に乗ってるのはタルタル。あ、これ自分の中で作ってるタルタル、自家製タルタルか、うん、その下にウニソースとチーズとサムグライとレタス、オッケロギスタイルです。ありがとうございます。あ、視聴者の方に伝わりやすいオッケロギスタイルいただきました。すごいよこれ。いきます。はい。どうすか。うまいやー、やばいなこれ。これまさに上手。あーし、うん、すごいよ。上手、作るの上手。これがもうてっぺんだ、バーガーの。シャークバーガー、シャークバーガーか。てっぺん取りました。フィレオフィッシュ界1位です。フィレオフィッシュの1位。これフィレオって何なのかな。まずフィレオってもう魚や。エビフィレオもあるやし、フィレオって何だ。まあいいや、いただきます。たどり着けんかってたパンに。あ、うまっ。あ、うまっ。ん、タコ普通にマクドナルド超えやすか。超えた、超えてる、超えてる。超えてしまった。うまっ。じゃマジでうまいよな。タルタルの下にウニソースがかかってる、うん、このウニソースとチーズもめっちゃ合うな。タルタルも、うん、食べにくい以外は100点やすか。オール満点やす。満点、オール満点。五角形で言ったらもう、もうほぼほぼほぼ五角形。あ、うまい、マジでうまい。これが580円で持ち帰りもできる。できる、できる。これ数量限定、うん、素晴らしい。皆さんぜひシャークバーガー食べてください。高タンパク低カロリーシャークバーガー、ででーん。食いかけ見せてもね。じゃあ食べていきますか。いただきます。うまっ、まずまずまず。お疲れ様でした。もうみんなが思ってたより人面魚だったな。だいぶ人の顔だったな今日のサメは。なんか違ったな。こうやって地域の居酒屋とか特にユータとかが協力してくれて美味しく食べれて本当今良かったなと。流場きっかけでどんどんこう今サメの活用っていうのかな、広がってると思うわけよ俺は。リューマーが声を上げなければ今まで活用されてなかったでしょ、このサメっていうのは。そうだな、処分されてたんでしょ、駆除された。革製品っていうの、新しい生まれ変わり方もいいし、あと食べれるっていうね。食べれます。サメの可能性をね広げていきたいなと思います。どうもよろしくお願いします。じゃ最後になりましたけど皆さんお待ちかね、当選者発表したいと思います。そのプレゼントっていうのがこちら、どん、愛妻探偵団のモーリーさんとヨッタケさんが作ってくれたサメ革製の沖縄のお守り3で、右がハイサイのステッカー。はい、これから当選者発表していきます。東京都中央区おぶちゃんさん、東京都府中市サメ大好きさん、千葉県成田市赤ピさん、熊本県熊本市レコードさん、福岡県福岡市ピンさん、沖縄県那覇市ユアさん、沖縄県那覇市はい、以上8名の方にプレゼントを送りますのでよろしくお願いします。今回結構多く応募いただいて、200件ぐらい応募いただいて。マジで、うん、たくさんの方応募ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ今日の準備で、準備、暑いな。秋田の犬だから、北国の犬だからな、こいつは。氷水だ、まさにこれは。暑いな。そんな北国のお前に朗報があるぞ、ジンベ。扇風機つけました。ありがとうございます。おめでとうございます。でかい業務用。よかったね。扇風機できたから気持ちよさそうに寝てる。